もこんにちは、新代理メンバー24卒の鈴です。今日は私の就活をする1日に密着していきます。これは朝7時半で、毎朝7時半から9時までは朝カフェで朝活するようにしてます。ちなみに今日の予定はこんな感じです。ただ実は早起きが苦手なので、先輩とカフェで待ち合わせをして強制的に朝活をするようにしております。この日はこの後先輩に ES を見てもらう予定だったので、 ES の最終仕上げをしてます。いつも ES はドキュメントに書いてて、そこにこんな感じでコメントをもらう形でフィードバックをもらってます。結構辛辣ですね。で、多分そろそろ時間が来るので、この時多分8時50分ぐらいですね。なのでオフィスに向かいたいと思います。で、オフィス着いて先輩と雑談しながらイエスを見てもらいます。で、9時20分ぐらいまでかな、30分ぐらいずっとイエス見てもらってました。で、9時半から朝会なんですけど、その前に10分に時間があって眠くなっちゃったので、お昼寝をします。10分寝てました。すいません、なんかいつも寝たばかりで。で、9時半になったのでペットボトルが開かない。後輩に開けてもらって朝会に参加します。やっぱ朝早いので多分眠いですね、この時は。ちょっと眠そうです。朝会を受け終わったらダイアリーのお仕事をします。結構インターンと就活の両立について聞かれてて、仕事ばっかりして就活できないんじゃないって言われるんですけれども、まあ、できてます。業務を減らしてもらっていて、午前中の稼働だけで終わるぐらいに収めて、基本的に朝と午後は就活をしてることが多いです。疲れちゃってますね。はいはい、12時になったのでお昼ご飯買いに行きます。ダイアリーの人とこういう時に話せるので息抜きになってます。お腹が空いたのでお昼ご飯を買いに行きます。で、その後お昼ご飯食べて就活をします。今日もお昼ご飯です。お腹が空かなくて、あとご飯食べたら眠くなっちゃうかなと思ってグミにしました。ちょっとこの時間で就活をまた進めたいと思います。就活のことはこの本にいろいろ書いたりとか Google ドキュメントにまとめてます。はい、企業研究していきます。私は就活の軸がこんな感じであるので、その軸に合うかどうかをホームページだったり動画を見ながら確認してます。ここで確認しきれないことは社員訪問をして聞く場合が多いです。で、またこの後23卒の同期に ES 見てもらう予定だったので、その仕上げもしてました。はい、見てもらってます。私文章を書くのが結構苦手なので、まあ、自分でバーって箇条書きしたものを同期に見てもらって、まあ、それをうまく文章にしてもらったりとか、自分が文章にしたものを分かりづらいところを指摘してもらったりすることをしております。本当にいつも助かってます。 ES 添削の後はディレクターミーティングが3時間ありました。それを今話してますね。今17時3分なんですけど、ディレクターミーティングが終わったので、次7時から選考会と説明会が合わさったものに参加するので、それまではちょっと就活をしようかなと思います。今は会社の説明会と選考会が一緒になってるやつを受けます。はい、ということで選考会を受けました。ただこの時は自分の就活の軸に合わないなと感じ、選考は受けませんでした。私結構合う合わないって言語化しないでパッパッって決めちゃう、感覚的に決めちゃうことが多いので、まあ、そうすると志望動機話す時とか書く時にすごく苦戦するので、何が合うと思ったのか合わないと思ったのかっていうのをちゃんと言語化してノートにまとめるようにしてます。ということで今日の私の一日は終わりになります。いかがだったでしょうか。まあ参考になるかわからないですけど、これを見て一緒に頑張ろうっていうふうに思ってくれたら嬉しいです。これからも就活頑張りますので、皆さん一緒に頑張りましょう。で、最後に私からのメッセージがあるので、それも見ていってくれたら嬉しいです。今日の予定が全部終わったので、今からお家に帰りたいと思います。最近はこんな感じで、大学始まったらまたもうちょっと忙しくなるかなって思うんですけど、朝就活して、オフィスに来て、で仕事して、でまた就活してっていう感じの毎日を過ごしています。周りがみんな内定取り始めたりとか、もう遅いよとか言われる中で、結構焦ったりすることとか、しんどいなって思うことももちろん
あるんですけど、でも自分の人生なので、自分の人生変えられるのは自分しかいないなと思って、毎日ちょっとずつ頑張ってます。今はこれ撮ってるのは3月の終わり、30とかで、まあ、今のところまだ内定は1個もなくて、まあ、6月とか7月頃には皆様にいい結果を報告できるように頑張っていきたいと思います。あの任用卒の皆さん見てくれてると思うので、一緒に頑張りたいなって思うので、定期的にこういう私の近況を報告する動画だったりとか、まあ、あと他の就活生といろいろ近況について話す動画も撮っていくので、これからも見てくれて応援してくれたら嬉しいです。いつもコメントくれるのはとても嬉しいし励みになってます。私も皆さんの励みになれるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ということで今日はお疲れ様でした。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。